お待たせしました。仮面ライダーさんでよろしいですか？うん、お疲れ様です。あの、今日はなんか来年の映画の告知をしていただけるとのことで来たんですけど、まあまあ来年だってな、はい、まあ3月だからよ、はい、まだまだ先の話だけども、はい、映画出ねえよ俺の、はい、うん、新仮面ライダーですよね。もう汚せてんなお前。いや、すごく楽しみなんですよ。うん、自分この間、うん、新ウルトラマンを見てきたんですけど、うん、その前にウルトラマンさんにお会いしてきたんですよ。マジで？はい、俺友達なんだよ。本当ですか？うん、で、今日仮面ライダーさんにお会いできるってことで、もうすごく楽しみにしてきたんですよ。最近ヒーローにいっぱい会えるんで嬉しいなと思って。でもよ、あれ何喋ってるか分かんねえくれえか？あ、ちょっと分かんなかったですね。ちょっと待って、はい、言わねべやれ。なんか森進一の真似とかもやってたんで。だべ。はい。俺もよ、やっとだ最近分かったな、相手の言葉で。せっかく仮面ライダーさんにお会いできたんで、うん、私すごいファンなんですよ本当に、うんうん、小学校の頃から、うん、で、うちの息子もファンなんですよ。なのでちょっと変身のシーンなんか見せていただければなと思うんですよ。まあぶっちゃけた話な、まあ、今もう変身した状態なんだけどもなんですけども、うん、はい、まあ元に戻るのも大変だからよ、はい、じゃあこういうやり方だったってとこだけどな、はい、うん、じゃあお願いします。こんな感じかな。だいぶ時間かかりますね。やられんじゃん、その前に。だからですよね、うん、もうちょっとコンパクトにした方がいいと思いますよ。あ、じゃあ考えとくわ。じゃあ、はい、で、これは仮面ライダーさんが歌ってるわけではないと思うんですけども、うん、やはり主題歌、これがやっぱり映画の醍醐味だと思うんですけど。あ、定番のな、はい、うん、できればワンフレーズだけでもいいんで、ちょっと歌っていただければなと思うんですよね。聞きたいのか。はい、まあ、知らねえのこの歌。いや、まあ、知ってるんですけど、うん、ご本人から歌ってほしいなと思って。ああ、そういうことね。はい、うん、じゃあ歌うぞ。はい、まあ、こっちあれですな。はい、赤いマフリアを。おいおい、ちょっと待って、それノリダーじゃないです？いや、この続きはあっからな。じゃあ赤いマフラーだよな。はい、赤いマフリアを、正義の印を、動物を愛するノリダーが。ちょっと待って、ちょっと、あんた今ノリダーって言ったじゃないですか。ノリダーでねえの？いや、あんた仮面ライダーですよね。あ、そういうことか。俺混ざったね。まあ、もういいですよ。もういいか。もういいですよ、うん、ということで、まあ来年出る映画の中でも結構戦闘シーンなんかもあるんですよね。 あるな、まあ、ショッカーなんかも出てくるんですよね。まあ本当は友達、みんな友達なんだけども。あ、やらせなんすか。そういうところもあるんですか、やっぱみんな友達だよ。で、その大人の事情で、うん、ただ強くはできないけども。ショッカーだ。おおおおお、強い。強い。ショッカーが真っ二つに。めちゃくちゃかっこよかったです。じゃあ今日はどうもありがとうございました。まだ近時間になったらまた来いな。はい、次はどんなヒーローに会えるんでしょうかね。楽しみにしております。なあなあ、友達いっぱいいっから。はい、今度紹介するからな。はい、じゃあ失礼します。なあな、お疲れ様です。